宿泊施設なんで、50名ぐらいの予約が入ってまして、で、ちょうどその営業終わって、営業終わりそうな時ですね。で、その50名の準備しようかっていう時に、ガラガラっとこう来て、そのまんま、ほったらかして逃げちゃったっていう感じですね。で、車で最初逃げたんですけど、もう渋滞で、もうダメだってなって、で、車捨てて、走って。ビアンコの店長をやっておりました村山と申します。震災後、増田8丁目の、ところで元気にやっております。ビアンコという名じゃなくて、ゴザインという会社でやっておりますので、もし見かけた方いらっしゃいましたらお声かけください。多分2階のこのくらいまでが津波でなったとは思うんですけど、実際厨房も全部洗濯機で回されるような感じで、そこをレストランビアンコっていう名前だったんですけど、そのビアンコっていう名前を残しておけば見つけてきてくれるんでしょうけど、会社の名前でやっちゃってるんで、5月のゴールデンウィーク明けですからね、パーティーのお料理なんで、こだわんなくもう和洋中こう全部。どうにかここを始める時にその機材は半分くらいは残ってたんで、洗いながら使ったんですけど、一回使用に使うとなんかきれいに洗ったはずなのにまだ錆びるんですね。でもまあと、そっちは職人さんも一緒に手伝ってもらいながら作ったんです。うち妥協しないで物持っているんで、どこのお店よりもすげえもの並べてしまうんですね。だからみんな全部うちに来るんで、断っても困っちゃって困っちゃって。せっかくこのケータリングのお客さんが増えてきてるんで、その人たちを大切にしながらこの基盤を作って、まあ、ピザ屋さんだったりの方に手をかけていきたいかなと思ってるんですけどね。震災後にお世話になった方たちですかね、全ての方たちに感謝して、私もそれを励みに頑張っていくことが返すことだなと思ってますんで、頑張ってやっていきたいと思います。